皆様、こんにちは。東京国際アクチュアリーアカデミーです。8月も中盤になりますが、まだ暑い夏が続きますね。皆様、いかがお過ごしでしょうか嬉しいことに、二次試験用の生成 AI をたくさんの方にご使用いただき、嬉しい声をたくさんいただいております。今回は二次試験用の 生成 AI について購入された皆様からのその後の感想を紹介していこうと思います。早速、お便りを確認していきましょう。千葉県在住のアクシさんから感想をいただきましたので、よろしくお願いいたします。はい。今年から生保二次の勉強を始めたのですが、 教科書を一周読んだ程度なので知識が漠然としていました。そんな中、この教材を使い始めたことで100%暗記することが目標と感じています。AI が毎度毎度見覚えのある用語とともに説明してくれるので知識と知識がつながっていく感覚が得られ非常に助かっています。キーワードがしっかりと入っていることもあり どの論点が重要なのかが明確になり理解が深まりましたさらにこの教材のもう一つの魅力は復元のスピード感です問題を解く中で過去の知識を素早く思い出すことが求められますがこの教材を使うことでそのスピード感が自然と養われていきます実際の試験でも限られた時間内で正確に回答を導き出すために 迅速な知識の復元が求められるのでこの点でも非常に有用だと感じています。また AI が提示してくれる説明やフィードバックが毎回異なる視点から知識を再確認させてくれるので記憶に定着しやすくなりました。特に繰り返し学習することで知識の精度が高まり複雑な概念や計算式も自然に理解できるようになりました。全体として この教材は政府二次試験対策によって非常に有効で、これからも活用していきたいと思っています。特に教科書の内容を補完し、知識をより実践的に使えるようにしてくれる点でが優れていると感じています。他の受試者にもぜひ勧めたいと思います。どそんな使い方もあるんですね。えー、勉強開始の方々にも強い味方味方です。 もちろん生成 AI、頼もしいです。アクシさん、ありがとうございました。続いては、2件目、茨城県在住のソルベンシンさんから感想をいただきました。早速、使わせていただいてます。自作の答案を検索、調整に使っています。本番のアクチュアリー試験は筆記試験ですが、 この教材を使った練習も非常に役立っています。特にリアルタイムでのフィードバックが得られる点が非常に助かっています。問題を解きながらすぐに正答や解放の確認ができることで理解を深めるとともに自信を持って次の問題に進むことができます。これは自分の弱点を早期に把握し効率的に対策を講じる上で 大きなな助けとなっています正答率の向上が感じられ、確実に実力がついていることを実感しています。また、論点の整理や回答の構成を練習しやすく、筆記試験に向けた準備がしやすくなりました。特に問題に対するアプローチ方法や回答を組み立てるプロセスを繰り返し練習することで、 自分の考え方がより整理され、論理的な思考が鍛えられています。紙ベースでは、キーワード、論点の整理、順番のイメージなど、軽いメモを取りつつ、回答を組み立てる練習をすることで、本番での自分の思考の流れや回答の型も見えてきた気がします。これにより、本番での焦りや戸惑いが軽減され、 より冷静に試験に挑めるのではないかと感じています。さらに、この教材を利用することで、実際の試験に近い形式で問題に取り組むことができ、時間配分や回答の精度を高めるための良いトレーニングになっています。全体として、この教材は非常に有用で、試験対策に大きく貢献しています。特に 幅広い問題の種類に対応している点が優れており、実際の試験で遭遇する可能性のある様々な問題形式になれることができる点が良いと感じています。また、教材自体がわかりやすく構成されており、使いやすさも大きな魅力です。今後も継続して利用していきたいと思いますし、他の受験者にもぜひお勧めしたいと感じています。 確かにアクチュアリー試験の記述問題もパソコンでの記述なので訓練にもぴったりですよね。そして貴重なご意見をありがとうございました。ソルベンシーさんありがとうございます。えということで今回は二次試験用の生成 AI について感想をご紹介させていただきました。え皆様いかがでしたでしょうか ぜひ参考にしてください。それでは本日の動画は以上となります。講座申し込みは概要欄よりどうぞ。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。